皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日は第13回で質問回答コーナーという回になります。前にですね、私が投稿した動画に対してですね、皆さんがコメントをしてくださいましたので、その中の質問をですね取り上げて今日はお答えしていきたいと思います。今回はですね、この質問についてお答えしていきたいと思います。筋トレやプロテインに合わないというか効果を下げる食べ物とかがありますかということで、これをジャスレックスさんからコメントいただきましたので、こちらをお答えしたいと思います。こちらですね、コメント欄に私がまずちょっと簡単に書いたものを返信がですね、トレーニング前後は早く栄養を吸収したいので、脂質や食物繊維の多いものは吸収を緩やかにしてしまうので、あまり取らない方がいいと思いますというふうにお答えしています。これをもうちょっと詳しく説明したいと思います。脂質っていうのはですね、炭水化物とかタンパク質に比べると消化吸収に時間がかかる、そういった栄養素になります。ですので、胃での停滞時間も長いので、トレーニングの時には適さない。あと、食物繊維なんですけれども、食物繊維もですね、この前、少しお話ししましたが、食物繊維の中でも、水溶性のものですね、そちらは、胃の中でですね、膨らみます。水を吸うと膨らみます。そういう脂質がありますので、油も脂質も食物繊維も、一緒に摂ってしまうと胃の中で膨らんでしまうので、同時に摂ったののタンパク質プロテインですね、プロテインが吸収を、するのを邪魔をしてしまうというか妨げをしてしまいますので、ゆっくりになってしまいます。で、トレーニングをするときはですね、トレーニングするためにまずエネルギー補給をしたいと思います。それが、糖質ですね。で、糖質を、摂って早くそれを消化吸収させてエネルギーとして、体の中に吸収、蓄えたいんですけれども、その働きを妨げてしまう。またリカバリーですね、運動後にも、そういったものを一緒に食べてしまうと、その吸収ゆっくりしてしまうので、いち早く、リカバリーのために、吸収消化吸収したいんですけれども、それを妨げてしまうので、脂質と、食物繊維というのは、あまり一緒に摂らない方がいいと思います。で、これは、試合の時とかにも言えると思います。よく私栄養セミナーを今やっているんですけれども、スポーツ栄養セミナーということで、アスリート対象に、行っているんですけれども、その時にも試合の前日ですとか、試合の当日ですねに、どんなものを食べたらいいのかというお話を、よくするんですけれども、その時にも、やはり脂質ですとか、食物繊維というのは、控えめにしてくださいというお話をしています。糖質がですね、繰り返しになりますけれども、糖質を、たくさんとって、糖質の、が分解されて最後グリコーゲンという形で、筋肉や肝臓に、エネルギーとして蓄えるんですけれども、早くそれをですねたくさんとってその蓄えたいので消化吸収早くさせたいので、そのためにも、この2つ脂質と食物繊維は控えめの方がいいと思います。それでは今日は、ジャスレックスさんの、質問に対してお答えしました。またですね、この他にも皆さん何か、この動画投稿のですね、リクエストご要望がありましたら、コメント欄に、書いていただければ、そちらの方を取り上げさせていただいたりですとか、返信させていただきたいと思っておりますので、書き込みの方よろしくお願いします。ではありがとうございました。